こんにちは、ビースト宗山です。今回はですね、ちょっと番外編としまして、私の体をですね、山本先生にちょっとチェックをしていただきたいと思いますので、先生どうぞよろしくお願いします。まずですね、今回なんですけども、私がポージングを取らせていただいて、まあ、そこのポージングのチェックだったりとか、あとどこの筋肉が足りていて、どこの筋肉が弱点だっていうのを明確にちょっと教えていただこうと思うんですね。まあ、そうすることによって自分のトレーニングルーティンなんかも変わってくると思いますので、ぜひですね、ご参考にしていただきたいと思いますので、先生お願いします。お願いします。はい、いつも大体こういう感じなんですけども、はい、胸がすごくちっちゃくなるのが悩みでして、はい、なんかこうキュッと入ってしまうんですね。ここをふっくらさせる方法って何かありますか？やっぱりフライとかをやることですね。フライ。あとこの状態で何かアドバイスとかありますか？この状態ですと、もう少し腕を内旋するといいます。そうですか。肩ごとです。肩ごと三頭筋の外側頭を見せるような感じで、はい、こういうこうして、はい、で手はこうですね。はい、ここですか。で、肩上突起を突き出して、で、腹筋を入る、で、縮めていく感じです。大丈夫です。こういう感じですか、うん、こうすると腕がだいぶ太く見えるようになります。おお、うん、よいしょ。じゃあラットスプレッドいきます、うん。スプレッドの場合はもう少し前傾した方がいいです。前傾した方がいいです。はい、角度ですね。はい、これも少しちょっと肩と腕をもう少し見せる感じ、押さえつけていきます。胸のカットも出すような感じで、背中の広がりというよりはもう、はい、胸、肩、腕、この辺のマスキュラーをスプレッドっぽく取るような感じの意識です。はい、こういう、こういう方がいいですね。あ、こういう方がいいですか。うん、それでいいと思います。はい。じゃあ次、ダブルバイいきます。ちょっと狭いんですけども。この場合もう少し腕を、はい、こうですね、歯を見せて、はい、ちょっと肘を前に出します。前で大胸筋に力を、そうそう、うん、あ、これでいいと思います。はい、じゃあ次は再生していきます。はい、サイドチェストの場合、もし外腹斜筋が出せれば、はい、ちょっと手の位置を少しだけ下げて、はい、この外腹斜筋が後でこう踏み出した方がいいです。うん、あ、いいですね。はい、はい、これはすごく苦手なんですけども、はい、バックのリラックスが、まずこの場合かかとをくっつけた方がいいです。あ、かかとを合わせる。はい、はい、で、この少し体を後傾、後ろに倒して、はい、で、リアに力を入れます。そうそうそう、そうです。で、リアに力を入れても肩を落としていきます。そうです、僧帽筋の下部に力を、うん、それでいいと思います。おー、なんか後で見るの楽しみです。じゃあ、ラットスプレッドいきます。右もっと広がりまして、ここも、あ、そうです、もっともっとで、少し後ろに倒れても、後ろに倒れてもっとも、はい、はい、そうです。で、ちょっと猫背っぽくします。はい、この状態で僧帽筋に力を入れるかと、リアに、そうです、そうです。あ、いいですね。はい、うん、じゃあバックダブルバイいきます。はい、大事なのはハムの力も抜けないということと、はい、腕はできるだけ外旋、はい、はい、で、リアに力を入れて、あ、いいですね。はい、ここに肩を落としていく感じです、全体的に。で、外旋して、リアを落として、そうです、そうです、 OK です。はぁ、よいしょ。はい、トライセプスの場合は腕を、はい、外旋させると上頭が膨らんでくる。逆です。はい、こっちですね。で、もっと潰す感じ。そうそうそう。はい。はい、で、外腹斜筋を。外腹斜筋の上頭。はい。あと、真正面から見て、左の三角筋全部がちょっと見えるような肩を出す。大胸筋。外腹斜筋。そうです。OK です。はい。
じゃあ最後腹筋いきます。アブダムの場合もうちょっと下をへこめる感じです。あ、そうです、これぐらいで、はい、あとは腹筋が出てくれば問題ないですねはい、ありがとうございます。いや、ポージングって結構汗かけるんですよね。これだけでもう有酸素みたいになります。そうですよね。すみません、ちょっと見苦しいのでパンツだけ。いや、ちょっと今まで力入れてなかったところまで意識できた感じがあるんですけども、はい、全体を通して、以前もちょっとお話ししてたんですけども、あと何キロくらいっていう感じでしたか。ここから6キロぐらい。やっぱり6キロ。わかりました。あとですね、もし私に今こういろいろアドバイスいただいた中で、もうちょっとここはつけばいいなみたいなところって何かありましたか。ダンベルフライをやって大胸筋の輪郭をつけていくといいです。以前教わったフラットベンチでやる本当輪郭をつけるダンベルフライですかね。ちなみに肩痛めてしまってだいぶここがですね筋肉そぎ落ちてしまったんですけれども、フォームでインクラインやっても大丈夫ですか。あれでインクラインやる場合はリバースでやるといいですね。リバースグリップで。リバースグリップで、はい、それだと多分肩に痛くなると思います。あ、なるほど。その時、前回の時ってこうちょっとハの字で、はい、こう落として輪郭をやったと思うんですけども、逆ハの字でこっちで、それでインクラインを、インクラインをやる感じ。わかりました。あとどうですか、私としてはすごくコンプレックスがある場所っていうのは足だったんですね、はい、で今回初めて多分足見ていただいたんですけども、はい、足全体を通して何か印象とかってありましたか。足は、このままでいいと思います。あ、本当ですか。脂肪もだいぶ落ちてきてますので。あ、嬉しいです。このまま余計なことはしないでいった方がいい。もうまっすぐこのまま行って、じゃあと胸の輪郭っていうところですかね。あ、先生もう一つごめんなさい、質問があったんですけども、腹筋がもちろん絞れてくると当然出てくるんですけども、もともと深い溝があるタイプではないんですよね、で8つぐらいに割れるようなタイプなんですけども、やっぱりパーツ一つ一つこう私のタイプでも大きくすることって可能なんですかね。やっぱり腹筋はちゃんと収縮伸展させることが大事ですので、はい、ボールクランチとかでちゃんとストレッチさせて収縮するという感じでやっていけば腹筋強くなってくると思います。あとはマシンとか使って負荷もやっぱり強くしてくるのも大事ですか。そうですね、ただマシンだとあんまりストレッチが効かないので、はい、そっちはむしろ時々やる感じでボールクランチでストレッチさせる方を重視した方がいいです。回数としては、何回を何セットぐらいやればいいでしょうか。ボールクランチで言うともう30回を3セットぐらい。あ、じゃあ結構多めなんですね。回数としては30回を3セット。これはもうあれですかね、週2回ぐらいやっても全然。2回、まあ1回から2回ぐらいですね。1回から2回ぐらい。あんまりこれもやりすぎない程度に。わかりました。あ、じゃあ先生どうぞこちらに。今回ですね、私結構ポージング見てもらったのが、今まで2人なんですね。以前鈴木正さんにちょっと見ていただいて、で、今回山本さんに見ていただいたんですけども、今回見ていてびっくりしたのが、結構外腹斜筋に力入れた方がいいとか、はい、あと外楕円筋ですかね、はい、に力入れた方がいいとかっていうのはちょっと初めていただいたアドバイスだったんですね。あと肩を落として力を入れるとか、かかとを合わせるっていうのも初めてだったので、すごく新鮮ですし、自分今までチャレンジしたことがなかったので、ぜひ次の大会までしっかりと練習して仕上げていきたいなと、本当にモチベーションが上がりました。ありがとうございます。ちなみにポージングも結構有酸素運動になりますよね。なりますね。なので、変な話、有酸素運動するときに、ヒットも含めてなんですけれども、これをしっかりやり込むということも大事ですか。それだけでも十分なくらいです。わかりました。では、まだ大会まで時間があるんですけれども、頑張って仕上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、今回もありがとうございました。